戸部町七折地区で23日、特産の七折小梅の収穫が始まり、丸々と育った直径3センチほどの実を生産者が一つずつ丁寧に摘み取っています。七折小梅は種が小さく肉厚で糖度が高いのが特徴です。地区の農家23戸がおよそ16ヘクタールで生産していて、梅干しに人気のほか、シロップやゼリーなどの加工品も製造しています。およそ25アールに50本ほどの梅の木を栽培する大内由衣さんの園地では、家族ら4人が透明感のある黄色やほんのりと赤く色づいた実を傷つけないよう収穫していました。今年も品質は良好で、大きくていい七折小梅ができています。一生懸命一粒一粒、大切に育てた七折小梅ですので、家庭で、作りやすい、梅シロップ と梅干しも楽しんでほしいと思います。今年の収穫量は豊作だった去年の半分程度となるおよそ40トンを見込みます。収穫は6月10日頃までの見通しで、県内を中心に出荷します。